にちは、マミフラワーデザインスクールの小西です。今日は一輪挿しと葉っぱを1枚使って花を立てていきます。レッツスタート。お家にある一輪挿しかなければ、口の細いグラスなどをご用意ください。ニューサイラン、お花屋さんではとても手に入りやすい葉っぱの一つです。根元の硬い部分をカットします。そして3つか4つぐらいに縦に手で裂いていきます。先端から輪っかを作って通したり結んだりしながら丸めていきます。細い葉のカーブがきれいになるように調節しながら巻いていきます。1本を巻き終わったらもう1本つなげて大きくしていきます。葉っぱの縞模様が綺麗ですね。器の口の大きさに合わせて大きさを調節していきます。余分な部分はカットします。手の中で丸めてから器の口にセットします。葉っぱまで水が届くようにしっかりとお水を注いでいただいて、好きな花を入れていきます。ベタベラのように葉のないお花には少し葉っぱのあるクレマチスなど野草などを添えていただくと、とてもバランスよく生けられます。葉のパールを整えて完成です。その日の気分でお花を変えて楽しんでみてくださいね。ではまた次回もお楽しみに。